もう19から20、21、22、23、24、25、26、27、28年間かな。もういわゆる峠のローリング族っていうのは俺みたいなやつのことを言うんだろう、ね、そりゃそうです。もう僕はローリング族、ローリング族だよ。でも誇りを持って、うん、でも僕が走ったところはいわゆる埠頭とかその民家の近いところじゃなくて、ほんとね、何ここっていうような山の狭いところで、バカじゃないのっていうような狭いところで走ってましたね。でもそこでもう本当に最速にならなくて嫌だからっつって、気違いのような走りしましたけどね。かといってローリング行為がいいのかっつったら、まあそれはいいとは言えないんですけど、峠のローリング族をやっててよかったなと思いますよ。結局あれをやっててよかったというよりも、あれをやってたから今のこのとこに、この場所にたどり着けたわけだから、多分ローリング族をやってなかったら今の俺はないと思うんですよね。第16回イカサ走り屋チーム天国ビデオオプションです。行くぞ。ご存知、老舗ドリフトイベントイカ天に出場した時の谷口、当時誰が見ても不思議な眉毛、いわゆる突っ張りのそれとはちょっと違ったような気がする。よし、止め、どうだ、うまい、アクセルワークがうまいな。見るからに自信過剰のハンドリング。当時谷口は走るといえば俺様と自負していた。まあ元々のきっかけはやっぱりイカ天ですよね。中四国大会として個人3位になって、その後の全国大会で3位になって、それから各地方で模範走行とかをさせてもらえるようになったりとか、ビデオオプションからなんかいろんな企画の仕事をいただいて、横森は最後ストッパーがしっかりガード、めちゃべらんと、これリーバイス人材発掘の第一人者トムスのオーディションに参加。これが一番だと思った瞬間、というわけでペロリンモムラ特派員およびチーム監督はあだ谷口は2週目にして帰ってこんで見に来たんですけど、このようなところに駐車スペースに行ってしまってから、やろうどっか行ってしまってから俺は出したい、早い早いと言われたこの男、やっぱりただものばい、申し訳ない。諦めきれない谷口、今度は日産ザウルススクールに入校。ところが先生はなんと軍パン山田、本能的に気をつけて聞くに値しないとパインも傾く。車速に対してハンドルついてコーナー入りますよね。いやブレーキしないでそのまま。そして語学言うは細めの泉田。ああマジで。ああ相変わらず谷口はいいツッコミしてますね。踏んでますね。フレーティングも上手、まあまあかなと。得意のポーズ。もう体がこんがりになってる。でここでこうなってる。熊谷さん、谷口さん、泉田さんは非常に早いんですけど、ちょっとやっぱりこのスクールの中でそのそぐわないっていうか、ダーマンちゃんの愛の無知なのか、それとも見る目がないのか、谷口は立派になっちゃいました。アメミアのチームというのはどっちかというとね、明るい雰囲気のチームなもんで、まあ、結構ぴったりしたと思いますけどね、まあレース経験が少ないわには僕はまあ天才だと思いますよ。天才、一発アタックは天才だと思います。アマさんも実は暴走族上がり、それだけに大人として社会に認めてもらおうという谷口の気持ちが人一倍わかる。そして谷口自身も期待に応えようと必死に挑む。GT もいいけどね、やっぱしね、スーパーラップでしょう。日本中のスーパーチューンドカーがここに集まる。1周およそ2キロのテクニカルコースでその性能の進化を問うのだ、つくばスーパーラップ。もちろんそれらを狩るドライバーは腕前、ルックス、そして運気、全てが揃った選ばれた者だけがこの過酷なタイムアタックに挑める。比較的後発だが谷口もそのメンバー。どうかけてからあんだ。
ショップの意地をかけたマシンたちが彼らのためにシートを合わせる。わずか数十分の間にあらゆるマシンを乗り継ぐ谷口。ここでタイムを出せなきゃプロとは言えない。暴れるマシンをねじ伏せる。谷口にとって初めての大きな山が訪れた。チューニングパーツメーカーが作ったモンスター。金も手間も命もかかっている。無事にアクセルを踏み続けられれば新記録が達成される。恐怖と不安の中コースインしていった。勝負はわずか数周で決まった。前人未到のスーパーレコードだ。ものすごい達成感に包まれる谷口。俺流のグリップ走行って言ってもこれもまたね、一つの一辺通りじゃないんで、車によっていろいろ変えるんですよ。例えば海女さんとこの3ローターの7だと、あの車だと、シャーシーの方が馬力よりも勝ってるんで、どっちかっていうとコーナリングで頑張っていく、タイヤを横に使いながら曲がっていく感じなんだけど、逆に、ハイパワーなシルビアとかヤシオマキトリとかザウルスとかホンダシルビアとかだとガーンと突っ込んでいって、なるべくちょっと最低速度を落としてもいいから早く向きを変えてタイヤを縦に使ってなるべく早くアクセル回路が全開になるような走り方をする。それでは D1 でおなじみの HKS シルビアをグリップセッティングで筑波を攻めます。ストレートフィニッシュラインを通過して1コーナー進入の時に2まで落としたいんだけど、あえてもう3速でパワーバンドがまだ来てないところでこう少しアクセルを多めに踏んで、なるべく早く全開になるようなラインで走られます。そして、1ヘアピンもなんかセオリー通りのアウトインアウトって感じじゃなくて、もうまっすぐそのままインの方に入っていく感じです。そのアウトに行っても距離が無駄になっちゃうんですね。ローパワー車の場合はそのダンロップの1つ目を目いっぱい攻めて外側まで使っていいんだけど、結局その先の 80R をうまく全開でいくために一つ手前のダンロップのコーナーをどれぐらい使っていいかっていうことを逆算して考えるんですよね。でここも先ほどの1コーナーとか1ヘアピンと同じように、なるべく早く向きを変えていかに早くアクセルを全開できるか、いかに早くアクセルを踏み始めるかじゃないんですよ、いかに早くアクセルを全開できるか、アクセル回路が。で最終コーナーも、ブレーキがコーナーの中までだいぶ残っていて、フロントの面圧を少し稼いでるだけのような、そこからはもう少しノーズを入れて今度は踏みながら曲がっていけるような姿勢作りをして、なるべく早く全開できるポイントを探していきますね。いや別にそんなのないんですけど、基本的にやっぱり身近なオリド君とかはすごく、いい勉強になるし、いい刺激になるし、すごくあの人から盗んでる部分も結構あります。ドリフトはまあその自分で今までずっとやってきてるから、自分でやってきてる部分にプライドを持ってる部分もあるし、D1 をやってて他の人のいい部分っていうのももう最近素直に認めてるんで、そういう人のいいところがあったら貪欲に盗もうというふうな気ではいます。俺はでもあのロサンゼルスで谷口、人間谷口を見たね。あれから好きになったね。こいつは人間なんだ。それまでは嫌いだったんですね。嫌いだね、ああいう冷めた人間はね。やっぱ人間は勝っても負けてもさ、やっぱり喜べを泣けよっていうね、やっぱそういう熱いものが顔にこう感情に出てこないと俺はね、面白くないっていうか、あいつの場合は、まあ、ドリフトはこういうのがいいんだ自分の中で多分あったと思うんだけど、それを逆にこうなんだろうな、こう周りが求めてるものに合わせられるようになってきたというか、逆にそのスタイルでさらにその上を目指せるようになってきた。そこだよ、そこ。いきなり変わったやつは。朝からノリがいいですね。これは2年前の D1 つくばの映像。谷口のスピードと角度に注目してほしい。この頃はまだハイスピード志向の谷口、角度も浅く比較的自己満足に走っていた。これは綺麗に持ってきました。これはもう文句のつけようでもない、なんか綺麗さと。一方最新の筑波映像、ご覧のように完全にファンサービスに徹した走りに変化している。
ドリフト観戦の醍醐味はサウンドと角度と煙、それが大きな要素と分かっている。これがアドバンテオバの煙なのか。飛んでるよ。これがすごい。このブラックマークのもうまあ D1 もどん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 進化してきて、どん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 見せる競技っていう方向になってると思うんですよね。僕もまあずっと自分のスタイルを貫いてたんだけど、もうちょっとそれじゃダメだなというふうに思い始めてきて、まあ、実際他の D1 ドライバーの走り見てて、まあ、僕自身もあいつの走りかっこいいなとか、あの技いいなとか、そういうのも素直に認めて、でそういうのを取り入れていって、まあ、自分の持ち技の一つにしようという部分も、そういう考えも持ちました。それではいよいよ谷口の18番ドリフトオンボードをどうぞ。最終コーナーは4速に落としてブレーキングドリフトで入っていって、コーナー真ん中は4速でわーっと踏んでって煙を誘発させるんだけど、煙を出口まで続くようにしますね。1コーナーはですね、2速で回ったり3速で回ったり、その時の条件で変えるんですけど、理想的なのは1コーナーを3速で立ち上がってきて、で4速にして、S 字の1個目に入っていきます。1個目のアングルを少し深めに出していて、で切り返す時にアクセルを抜いて、もう一回アクセルを踏んで深いアングルをさらに出すようにして、1ヘアピンはベタッとアクセルを踏んで、空転もすごく、煙もすごく、ブラックマークもすごくつくと。ダンロップの1個目に進入したと同時にもう4にして、4速でまた空転を随分誘発させて、そのまま 80R に4のまま引っ張っていきますね。昨年最終戦ぶっちぎりの優勝を手にした谷口、今やつの意識は観客と一体となっている。うちのお父ちゃんね、まあ、今年58歳なんだけど、うちの町で一番若い58歳だと思うんだけど、あの Z3 に乗ってて、この前 Z の本を送ってやったら穴が開くほど見たみたいで、おいノブっつって、あのブーストアップしてくれやとかつって電話してきて、お前そんな言葉どこで覚えたんだとかつって、あのうちの父と母は2歳、僕は2歳の頃に別れて、僕はね18歳ぐらいまで母親の顔を知らずに育ってて、18歳の時に再会をしたんだけど、その頃母さんは広島の町で飲み屋のママやってたから、そこに会いに行って再会して、だからなんか母さんとそのお姉さんがボロボロこう泣いてて、2人がガーッと泣き始めたから、この若いの違うだ、この2人のどっちかだなと思って、どっちだろうと思って分かんなかった、はい、今ね飲み屋やめて鉄板焼き屋やってるんですよ。だからそこにね、広島に帰ると顔を出してますけどね。要は土屋さんとかビデオオプションとかそういう辺は裏方側っていうか、その D1 というなんだろうな、主催側の方を大きくしておくじゃないですか。僕らができるのは走る側のレベルを上げることじゃないですか。だからその辺ももちろん考えて、お客さんも増えてきてるし、そういう人により熱いものをね見せた方がやっぱり盛り上がるし、観客も湧くし、まあ、やっぱ実際あのアメリカとかでの観客の湧きとかもねすごく楽しかったし、みんなが湧けばこっちも楽しくなるし、逆にこっちが楽しければみんなも湧くしみたいな辺で頑張ってますね。少年時代から描いていた将来の目標は決してレーサーだけではない。自分に必要なもっと大事なもの。それは言葉では表せられないが、人々と接することによって徐々に見え出してきた。